この方はいつも私のお世話をしてくれる小林さんだにゃ。今は大事な仕事前の身だしなみ中。なんか毛がサラサラになって綺麗ですね。貴重だからね。綺麗な体でお客様を迎えなきゃ。いよいよお仕事スタートですね。この帽子をかぶったら猫駅長に大変身だにゃ。バスちゃんよく似合いますよ。あ、駅長って呼ばないとダメですね。駅長すごくかっこいいですね。こうやって列車が来るのをお出迎えするんだにゃ。大変ですね。おっと、踏切が鳴り出したからもうすぐ列車が到着するにゃ。いよいよですね。小林さんに到着を知らせに行こうっと。小林さん、列車が着いたにゃ。着きましたよ。バスちゃん、家庭のお父さんみたいになってますよ。一気に飲み干しちゃうんだから。おいしそうに飲んでますね。バスちゃん、また爪研いでる。気持ちいいんだにゃー。